どうも宮間です。坂田です。わがって TV です。今回学習院大学の入学式にやってまいりました。はい、学習院大学の入学式でチャラいやつゼロ人説を検証やっていきたいと思います。チャンネル登録もよろしくお願いしますね。もう礼儀正しい、由緒正しき、マナーめっちゃ守ってると、もうチャラくない、もうすごいしっかりした人たちの集まりでボンボンっていうイメージもありますよね。でチャラいの定義今回決めました。髪まず染めてないっていうのがチャラくないっていう定義ですね。黒髪ですね。であと交際人数、でも彼女今まで3人未満、それを検証していきたいと思います。わかって TV。ありがとうございます。おめでとうございます。入学。ありがとうございます。学習院大学の新入生、真面目説、チャラくない説を検証してまして、はい、まず髪型、はい、これほぼ坊主というか、いや、坊主ではない。坊主が伸びたバージョン。いやいやいや、もう就活このままいけます。はい。あとね、ポイント、眉毛。チャラいやつめっちゃ細くする。わかる。田舎にいるやつ。田舎のヤンキーめっちゃ細いね。しっかりした眉毛なんで、はいはい、これチャラくないですね。真面目。これね、こうなんか配ってるやつとかもちゃんと受け取ってるのよ。はいはいはい、これ真面目っすね。真面目っすね。結構大体無視してる人多いねんけど、はい、だとじゃあ交際人数、そうですね、ちょっと今まで彼女が何人いたか教えていただけますか。使ったことない。おゼロ、はい、完全にゼロ。真面目です。使ったことない。学習院選んだ理由とかも聞いていいですか。大志望に落っこっちゃってきたんですけど。あらあら、大志望はどこ。神戸大学。おお、公立。神戸だったんだ。だいぶ転落したね。え、バカだね。失礼すぎるやろ。いや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 、俺のセリフやしかもそれ。まあまあ、でもいい大学だから学習院、まあまあ、進んできたところなので、うん、まあ、人生を受け入れてる。真面目。真面目。いや、いいね、本当に。学習院の学生さん、チャラい人ゼロ人説を検証しようと。髪型はちょっと染めてます。ちょっとだけ。はい、とでも全然もセーフですね。全然セーフ、ね、全然チャラくない。全然もう清楚の極みゲスの極みみたいに。交際人数、過去お付き合いされた方、男性の数とか。いや、ゼロです。ゼロ。真面目。で大学ではなんかこういうサークル入ろうかなって。部のマネージャーやりたいな。おお、まあ新会行ってみたのはアメフト部。アメフト部のマネージャーやりたい。いいっすね。いいね。これあのフットサルとかサッカー部だとちょっとチャラい。チャラいっていう。そのアメフトのマネージャーは真面目。ね、いいですね。これは。はい。一緒されていく。はい。じゃまず髪型チェックからいきましょうか。はい、あ、いいっすよね。はい。もうこれパーマ当ててるんですか。こっちは。パーマ抜けてきてるぐらいですね。おー、ノーパーマ。いや、半パーマぐらい。半パーマか。まあこれで金髪だったらちょっと田舎のヤンキーだけど、はいはいはい、いやまあいい感じですね。黒髪ですしね。はい、真面目ですかね。真面目で。あとは交際人数。交際人数聞きましょう。はい。一応付き合ったのは2人ですね。おお、まだチャラくないです、ね。はい、でもちょっと今付き合ったのはっていうのはどういうこと。確かに言葉尻が気になります。広くいくと。広くいくと3人ですね。いや、その1人なんやねん。なんかよくわからん、はみ出た1人なんやねん。なんかちょっと暗に密な感じの。暗に密なワンナイト的なってことですか。何回かみたいな。何回か何かがあった。めちゃめちゃチャラいやん。やめろお前。いや全然、ね、ワンナイト学習院やめろお前。学習院大学チャラい人ゼロ人説を検証というのをやってまして、髪型これは染めてますね、完全に。いやでも女子にしては明るくないですよ。染めるのは普通ですよ、大学生は。でもピアスとかはされてないですね。あ、そうですね。なんか開けようと思って開けてないです。まだ。なんでなんですか。こう怖くて。あら、真面目。真面目。ちょっとほら真面目。真面目ですねこれは。お姉さんはピアスしてる。あら、あ、真面目じゃない。あら、あら、ちょっとなんか真面目エピソードなんか教えてもらって。真面目エピソード。はい。フルタンじゃない。あ、フルタン。お、真面目。すごい真面目。一個も落としてない。授業すごい。私立大学でフルタンなんてそんないない。交際人数ですね次は。過去お付き合いした方の。3人ぐらい。ああ。いやいや、セーフでしょ。3人未満。セーフでしょ。3人以上に以下にしようよ。まあまあまあ、そうか、美しさの割に3人は少ない。真面目。真面目。どんな恋愛を今までしてきた。そんな本当大したことないです。本当にもうクソみたいな。お、クソみたいな。あ、チャラいんじゃないこれは。その最新の恋愛聞きましょうか。検証しない。そのお付き合いしてたのは年齢いくつですか。あ、上ですね。全然。何歳ぐらい。上ぐらい。おあ、年上好き。真面目じゃない。いやいや、女性は別にいいじゃん。上好きやな。で別れた理由は。じゃあちょっとまあまあ言いたくないです。え。あんまりちょっと。やばい。もう NG NG。NG NG。ちゃんと恋愛事情を話さない。これも真面目。確かに。学習院大学チャラい人ゼロ人説を検証ということで、はい、今までお付き合いした方の人数を教えてもらっていいですか。2人です。お、真面目。過去はどういう方とお付き合いされたんですか。高校です。バレンタインで告白してくれて。おー、いい話。これはお返事は、まあ、ちょっとすぐには出せなかったんですけど。おー、真面目。ノリで付き合わない。
真面目。ちょっと考えてね。どんぐらい待ったの？どんぐらい飽きたの？1ヶ月くらいです。考えすぎやろ。真面目すぎやん。どんだけ奥ね。もう振られたモテルで向こうも。新しい恋始めようとした時に、あ、オッケーやった。学習大学入学。おめでとうございます。髪型がちょっと元から地毛が。あ、地毛なの？真面目。地毛やったら真面目。はい、恋愛とかを聞いてまして。はい、ですね。一人です。お、真面目。その方はどういう方やったんですか？文化祭で知り合って。文化祭で知り合った。ここどういう高校ですか？ここ男子校です。え、男子校で文化祭に来た女の子と付き合ったの？はい、めっちゃチャラい。やめろお前。やめろ。真面目じゃない。やめろお前本当に。今も付き合いされてるんですか？いや、してないです。え、別れちゃった。別れた理由は？理由ちょっとやばいですけど。いや、浮気。めちゃめちゃ真面目じゃないや。いやいや、お前入学式何やっ。めちゃめちゃ絶対大学で同じ失敗したらあかんで。真面目に行きよ。学習院大学の新入生真面目説、チャラくない説っていうのを検証してまして。え、今までお付き合いした女性とか。すごい。まあもう真面目ってのは分かりました。次大学入学式ですから、はい、こういう大学生活にしたいなっていう、うん、そうですね。やっぱり男子3人、うん、女子3人みたいな仲いいメンツで学校中うろうろして、うん、花より団子的な。いや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 。じゃあ好きな女性のタイプ、こんな女性とお付き合いしたいな。アイドルなんですけど、はい、あの与田祐希さん。いや乃木坂やないか。童貞の発想。待って、しかももう与田祐希ちゃんでまあまあおさらい子なのよ、3期生でな。バチ可愛いな。いやいやいや、童貞の発想やから。一生彼女できんの？やばいやばい。学習院大学の、学生さん、チャラくない説。チャラくない説。いや待って、なんでこんな人声かけたの？チャラそうやん絶対。もうはめちゃめちゃチャラいです。いや、それ高2からこれなの。高2からこれめちゃめちゃチャラいです。交際人数とかもちょっと聞いときたいな。はい、4。チャラいわ。めちゃめちゃ女遊びしてるやん。違います。見た目通りやん。違います。過去デートスポットとかどういうとこ行ったんですか？デートスポットはもう、はい、もうベタなところ。鎌倉、江ノ島。おお、真面目。栃木、足利とか。おお、真面目。真面目。お宮で餃子食べて。真面目。真面目なデートスポット。なるほどね。はい、いやいや、お願いします。お願いします。お願いします、はい。え、お兄さんは学習院大学の学生？あ、喋り方もまますね。なんかちょっと唾液ここに。え、何やねん、腹立つな。すごい空気が独特。笑い方僕以上に癖あるやん。マジですか？ね、すごい。よく言われます。気持ち悪いってよく。いやいやいや、お兄さん認めないで。YouTuber？ ゴミ YouTuber ですね。学習院でやってる YouTuber で休止してるんですけど、ズリザルっていうチャンネル。ズリザル？ズリザルっていう。ズリザルチャンネル。何してんのそれは？あの若手 TV の本当に二番煎じみたいなことをやらせて。大学インタビューとか、バカみたいなこと喋ったりとか、粉雪歌ったりとか、捨てはげた。完全に隠居チャンネルじゃねえか。交際人数を聞いてる。一応今日ね、その学習院生真面目説っていうのを検証してる。一瞬付き合って一瞬で別れるみたいな子が多くて、僕最新の恋愛事情聞いとく。なんか学習院っていうか、やっぱお嬢様、ガチガチのお嬢様がいらっしゃるんですよ。名前出したらちょっとバレちゃう、見バレしちゃうような、ちょっと大きな神社の神主さんの娘さんがいらっしゃって。そんな無理でしょ絶対。本当に可愛くて大好きなんですよ。大好き大好き、たまらなくて。そんな無理や絶対。そう、もう数え切れないくらいアタックしてるんですよ。もう毎日アタックするレベル。気持ち悪いな。あのさ、ワンチャンストーカーだぞ。大丈夫。そう、付き合った話聞かせてよ。付き合ったのは、あの高校生の頃とかは塾でなんか介護なんかにいて、うん、ちょっとアタックしたら、うん、まあいいよみたいな感じ。普通にデートしてお別れみたいな。なんで別れたの？ちょっとなんか僕の性格に問題があったのか知らないんですけど、なんか横浜デートして、うん、なんですかね、なんかちょっと気まずい雰囲気になっちゃったんですよ。まだ若かったから分かんないですけど、若いっていうか今の対して変わらないですけどね。はい、というわけで学習内科入学式でチャラい人ゼロ人説を検証してまいりました。ほぼチャラくなかったね。全然チャラくない。ほぼ真面目。真面目すぎ。それもそう、変な人、うん、やべえやつもいましたね。やべえやついたけどね。これ陰キャがやっぱ見てると思うんで、はい、陰キャは学習院行くと馴染めると思う、うん、やめろお前。いや真面目な人。お前ら学習院目指せよ。で、僕らいろんな大学行ってるんで、チャンネル登録もお願いしますね。はい、はい、今日はこの辺で、ね、バイバ